びっくり台湾マジ日本特派員のじゅんこです。ケンタです。私たち今日はね、この異国情緒あふれる街長崎の観光スポットをたくさん紹介したいと思います。ケンタは長崎来たことある？実は僕初めてなんですよ。初めてなんだ。初めてなんです。なるほどね。じゃあちょうど本当いいタイミングだよね。長崎といえば山手線ゲーム、長崎カステラ、ちゃんぽん、亀山さん。はい、亀山さん、はいはい、長崎。素人に振らない、素人に振らないよ。はい、長崎県庁さんなのに出てきませんでしたね。はい、だからそこはいじっちゃダメなとこなんで、はい、はい。長崎といえばね、歌もありますよね。あ、あるあるある。ああ、長崎は今日も雨だった。でもね、すごい快晴なの。だって私は晴れ女。関係あります？関係ありますか？関係あるよ。さすが晴れ女純子さん、快晴ですね。でね、長崎はね、鎖国時代に唯一海外との国交を許されていた町なのね。だから日本の中のね、初めてっていうのが長崎にはたくさんあるんだよ。あ、そうなんですね。そう、例えば汽車だとかパン、あとカメラ、そしてメガネとかもそうなの。そんなにあるんだ、うん、長崎ってすごい。すごいでしょ。そしてすごいといえばこのケンタのバディ、日本に戻ってきてから一回りまた大きくなっちゃった。そうなんですよ。台湾に戻りたくて戻りたくて仕方なくて帰ってきてストレスで10キロ増えちゃいました。10キロも増えるってすごいよね。まあ、日本のね、食べ物もすごい美味しいからね。そうですね。まあ、後々ね、私たちもすごい美味しい長崎のご当地グルメも紹介したいと思うので、期待してます。はい、では早速行きましょう。ゴー。まず2人が来たのは南島原。なんとここではイルカが見れるそうなんですよ。こちらがチケットの特典ですね。はい、お待たせします。はい、お願いします。チケットを買ったら出発。出発前にガイドさんが南島原のイルカについて説明を。今からですね、簡単にイルカについて説明をしていきます。まず今から皆さんが会いに行くイルカの名前が南半島イルカと言います。ここではイルカが見れる確率がとっても高いそうなんです。はい、ではお進みください。はい、ありがとうございます。楽しみだね。楽しみですね。行ってきます。行ってきます。お二人ともお気をつけて楽しんできてくださいね。羨ましい。私実はイルカウォッチング初体験なんです。初体験なんですか？初体験なんです。純子さんの初体験、うん、僕とでいいんですか？チェンジでお願いします。チェンジいただきました。でもね、本当になんかここの、島原イルカウォッチングはなんか高確率で一年中200頭のイルカに会える。出ましたよ。すいません、ありがとうございます。純子さん、船に乗ったらまずはライフジャケットを着てくださいね。なんで困んないです。さすがケンさん、ビッグサイズ。どうしよう、ね、胸が大きすぎて止まんないですよ。ビッグボインちゃんだからね。どうしようどうしよう。無理やり締めて。無理無理。頑張れ頑張れ。無理。本当に？マジで無理。あ、じゃあここ締めよ。あ、ここで行きますね。これでなんとか楽しみ。出発です。九州早崎海峡には約200頭の野生のイルカが定住しています。イルカの数は年間を通して変わらないので一年中会うことができます。イルカスポットに到着したみたいですね。到着しました。いるのかな、なんかちょっと不安になってきた。いるんですかね。野生のイルカだからさ、すごい高確率で会えるって言ってもやっぱりそのコントロールできないじゃない、うん、だからここはね、頑張って出てきてほしいね。うん、でも結構揺れるんですね。揺れたね。結構揺れてるんですね。だから本当船苦手な人は酔っちゃうよね。うん、でも見てください、すごい沖まで出てきましたよ。本当だ。ねえ、海がめっちゃ綺麗です。あ、いたいた。わー、ついにイルカが登場しました。すごい量じゃない？船のせいじゃない？こんなにたくさんいると思わなかった。イルカの赤ちゃんがいるんだって。赤ちゃんのイルカいますんで、わかんないちょっとちっちゃい、ね、あ、そう、先頭の方に
混ざってると、お母さんが手前にいちゃうとなかなか分かりづらい。あれ、あれ赤ちゃん。今のですか、うん、で、口の先っこが白いのはほとんど大人のイルカです。で、今のも出たんですけど、あれって言っても分かんないですよね。くっきりとこのあれなんていうの背中のこの白っぽいところ、いっぱいいる、ここのところまでくっきりと映ってる、すごいすごいね、めっちゃいますよ。私ほらこの日のためにメガネ使ってきたからねメガネつけてるメガネ純子珍しいですよ。どうですか部長、メガネ純子生純子です。こんなに近くで見れると思わなかった、ねえ本当に、あーいるいるいる、いっぱいいる、すごい、うわーすげー、今ちょっとこれ何頭いるか数えて、1、2、3、4、5、6、なんと数えて大体100頭ですね適当やな、大体200頭です。やっぱりこれさ、なんかイルカがさたくさん来る時間帯とかもあるのかな。ああ、あるんじゃないですか、あ、こっち来た、来た、こっち来た、こっち来た、ほら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 、こっち向いてる、本当だ、ほらやっぱりあれだよ、ケンタを見てさ、すごいさ仲間だと思ったんじゃないですか、このなんかプリプリボディが帰ってきたよみんな帰ってきたよみんなって言うといなくなるんですよみんなみんなどっか行っちゃう。野生のイルカ迫力がすごいですね。野生のイルカなので餌付けをしてはダメですよ。天気、波の高さ、イルカの場所などで見られる数など出港するたびに違うイルカウォッチングが楽しめるんです。いや、あ、ありがとう、気をつけてくださいね、足元、はい、いや最高でしたね、こんなに近くで見れると思ってなかった、めちゃくちゃ可愛かったし、かわいかった、やっぱり俺と来て正解だったでしょ。まあ確かにね、たかしとだったらさ、あの人どこに行ってもギャーギャーピーピーうるさいからね。そう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 、男らしくないんで、それと比べれば俺は超男らしいんで。確かにな、このケンタのプルプルボディか、たかしのガリガリボディか、どっちか選べってことでしょ。いや、イルカボディでしょ。まあ、どっちもどっちだよね。純子さん、そう、俺のイルカボディ、俺のイルカボディを、純子さん、純子さん、番数面看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。